クリスマスイブ。今ホメンに頼んでお米を 1.5 合炊いてもらってる。今日はなんか YouTube で見かけた。あ、分かった。ありがとう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 。肘穴開いてんの。今日なんか YouTube 今日 YouTube で見かけた、あ、めっちゃ美味しそうなあれチャーハンの作り方があったから、それを試してみたくてチャーハンを作る予定です。それを見ながら、昨日久しぶりにコールスロー食べたいなってなんか最近思ってて、コールスロードレッシングとコールスローのパック、これ買った。なんかそう、こっちのコールスロードレッシングって甘くて美味しいという、でも美味しくて、でもなんか甘すぎて体に良くないかなと思って、最近ずっと食べてなくなるので、一時期めっちゃハマってずっと食べてた。これも味付けといた方が味が馴染むから、馴染んだ方が美味しいから、馴染ませようと思って。あ、ね、本名お願いがあります。あれ、行っちゃった。多分ハマってた時の 3,4 年前ぐらいと味が変わらないといいけど、これで置いといたら味が染みると思われる。さっきから30分40分ぐらいが経ったかな。味が多分ちょっとそこそこ染みたと思う。ここで胡椒をして、でここに賞味期限切れのレーズンを入れる。レシピがご飯が 250g って書いてあって、その 250g ってどれぐらいだろうと思ったら、1合が 330g らしくて、 1.5 合炊いたらそれ 495g だから、あ、ちょうど 500g に近いから、その見たレシピの2倍で作っていけばいいかなと思って 1.5 合炊いた。炊いたというか本人に炊いてもらった。ネギだけでいいんだって、切るのは。ネギを切って、その後に、ご飯に卵2個お願いします。あ、ご飯があったかいうちに卵をご飯に入れて、うわうわ。混ぜるけど混ぜすぎないみたい。あ、豚肉お願いします。コーヒーのマグは片付けてくれない、ね、マグカップとかのとこ、これを混ぜるけど混ぜ、なんか綺麗に混ぜすぎないし、ごま油、そばが
屋の定番でチャーハンって言ったらこれかな。 100g だから200g だから、これが 500g だから、5分の3、違う、5分の2、炒まったら砂糖を散らして、魚介と肉を一緒に炒めるのはずっといきなり美味しくなるらしい。あと醤油だって、醤油がめっちゃいいのよ。もうちょっと入れちゃった。で、この後おかかに醤油だもんね。おにぎりみたいな味だよね、きっと。これ美味しいよね。ネギは入れて、ネギ入れたら火止めて、余熱でいいんだってな、これで。今出来上がりだって。めっちゃいい匂い。これいい感じだよ、これ本人。まだレーズンが硬いかもな、ね、さっきのコールスロー、いい感じに、なんかパラパラかも。トイレ行きたいからよそっといてもらってもいい？いただきます。どう？うん、おいしい。和風の優しい味、めっちゃうまい。うん、鰹節すごいね、ほんと。醤油しか味付けしてない。すごいおいしい。まあでも残念なことに、これ鰹節がポイントだけど、もう鰹節うちにないけどね。もう最後のこのチャーハンしばらく。めっちゃうまい。どう本人は？どう？別に？もっと味わってるんだ。コールスローも終わるね。甘い、美味しいコールスロー、うん、
最後に動画で見てたように余熱の時にさ、うん、なんかその置いたままやったじゃん、うん、あれ消してもあれ熱いからさ、そっか、動かさない、そのよかさないと、なるほどね、ちょっとそこで余熱でさ、ちょっとパサパサになって、それが余熱がなければ、熱がなければもうちょっとよかったから、このパラパラはいいんじゃないの、ちょっとパサパサしてる、うん、そう、うん、火消して、火消すのが大事になって、うん、もう別にないところに移してバレてたらもうちょっと良かったかもって、ね、確かに、でもこのパラパラしてるのはいいなと思ってたけど、動画で見てたけどなんかチャーハンだパラパラしてるのがいいと思うけど、ちょっと水分があった方がいいですよって言ってた、うんうん、だから本当にそのまんま、うん、消すけどこっちは熱いからさ、そうなんだ、ね、火消したらもうないけど、ここは消してもずっと熱いから、そこからも釣れててはもうちょっと良かったかな、水分が飛んで、そっか、味は、うん、うん、まあめっちゃうまいわよ、ね、めっちゃうまい、この日本のアハヒ味、うん、あ、そう、こんなアハヒ味になるんだなって感じ、チャーハンが、北米に住んでるけどクリスマスらしい食事は特にしない私たち昨日なんか仕事中にいきなり揚げパンが食べたいなと思い始めて揚げパンをちょっと作る、揚げ物用の油がもうないな、今度買わないと、2種類でやった、こっちはちょっと固めのやつで、こっちはふっくらめのやつ、うん、でもこのふっくらめでも揚がったらサクサク、すごいこっちの方が油を感じる、たくさん染み込んだと思う、こっちの硬い方は多分蜜はしっかりしてるの、パン自体の油がそこまで入り込んでない、うん、
でもこっち自体パン自体にちょっと味があるじゃん。この方が美味しいかも。何ニュース見てたの？まだ来てなかった。でもサーズデーに開くって言ってたけど、あでもさ、もうすでに今日出荷されてればサーズデーにもらえるけど、されてなければサーズデーに出荷されるから金曜日になるかもね。でちょっと川見てもいい？うん。綺麗、久しぶりに川まで来たけど、雪は積もっててスケートリンクできてないな。いつもだったら雪が書いてあるんだけど、最近降ってたから間に合わなかったのか、まだスケートできなかったのか、ちょっと全然来てないからわかんないな。いいね、綺麗だね。ん？どうなの？え、何何？車止めるの？ね、だから止めなかったらダメだけど、もうちょっと行ってみようよ。あ、なんかクリスマスだからケーキぐらい食べたいなと思って、明日？だから今からなんかホテルの方まで行って、いいケーキが売ってないか見に行こうと思って向かってる。しかももう本人あっちも家に帰るモードで、あっち右に曲がっちゃダメってダメダメって言ってたくせに、ケーキ買おうかなって言ったら、え、ケーキ？オッケーっつって右に曲がってくれた。うん、まっすぐフェアモントの方。それかさ、なんかホテルに朝ごはんとか食べに行きたい。でも最近その朝ごはん食べるほど早く起きてないんだよね。でも、まあね、クリスマスだしと思って朝から優雅に朝ごはんとか思うけれども、レストランとかホテルででも混んでるだろうしね。ホミはホミでケーキ買おうと思ってたんだ、スーパーで。なるほどね。でなんか昨日あんまりさ、なんかスーパーにそんないいもんなかったじゃん。あ、ケーキがいい方のスーパーに行けばよかったんだけどね。あ、おろして、うん、じゃあ問題はどこで待つか。そうだね、入り口にある店。そうそうそう、入り口入ってすぐのところの、とりあえず15分だけ止めていいっていう駐車場に止めれたから急いで。まあいいのあるといいけど、でもまあクリスマスっぽいケーキっていうのはカナダではあんまりなんていうの、期待はできないな。普通にただいつもより豪華なものを食べるぐらいの気持ち。やばそうになったら駐車場に行ってる。やばそうになったら駐車場に行ってる。あ、混んでない、混んでないけど、いいケーキがあるかな。また今年もお菓子の家が。この窓ガラスって飴なのかな。そうだよね、多分食べれるよね、その部分ね。どこ穴までどうするんだろう。でももう捨てるしかないよね。ホコリもかぶって食べれないよね、実際問題ないね、ここら辺しかないね。ケーキっていう、あ、これが一応チーズケーキらしいね。いや、なんかちょっとどう？どう？なんかちょっと違うかな。この辺とか美味しそうだけどね。でもそのクリスマスだから食べようっていうのとはちょっと違うかもしれない。あ、種類がなかった。まあそうだね、それ見れては。ちょっとなんだっけこれ。あ、そう、フロントでなんか飲み物。配ってたから、あ、もらってきた。
あ、なんかね、やっぱホットアップルみたいな、なんかね、リンゴジュースを温めた味うん、本当にただ温めただけじゃないと思うけど、多分ちょっとスパイスとか入れて、そうそうそう、うん、美味しい、うん、ちょっとしたコーヒーかな、せっかくクリスマスだし、うん、これ一応そこにスーパーが入ってるから、ホテルのショッピングアーケードの中のスーパーをちょっと見てみる。あ、でももうちっちゃすぎてないかもよ。ないね、コンビニだね、スーパーのコンビニバージョンみたいな。本当にホテルに泊まる人がちょちょっと何か必要な時に買うみたいな。ないね、何にもない、そういう跡形もない。ケンタッキーも食べないみたいな、なんか両方ともしないみたいな。じゃあ明日ケンタッキー、あ、ダメか、開いてないか。近々ケンタッキーでも食べに行く。日本じゃないから日本のものもやらないし、そうね、カナダにいるからってカナダっぽいクリスマスも、カナダ人じゃないからなんか料理も仕方も分かんないしって感じでやらないみたいな。この間パーティーでターキーを食べた。え、この間のパーティーで一応ターキーを食べた。あ、そうね、会社の忘年会でターキー食べたよ。